はいどうも、Kです。最近台湾ラーメン作ったり一蘭のラーメン作ったりラーメンばっかり作ってんなってことで、たまにはねご飯物もいいかなと思いましたので、今日はメスティンを使って三色丼を作っていこうと思います。まあ、メスティンを使ってとはいえメスティンだけでは作れないので、メスティンでご飯を炊いて上の具材を別で作って上に乗せて食べましょう。ということで早速やっていきましょう。レッツクッキング。はい、ということで今回使っていく材料がこちら。今回用意したのが鶏ひき肉と卵と菜花。これで茶色、黄色、緑の3色を作っていきましょう。本当は1人分の材料で作りたかったんですけど、ひき肉が 280g だったっけな。お店で売ってる中でもこれが一番少ない量でね、多分 2,3 人分はできるんじゃないかな。まあ残りは取っておいてまた後日食べましょう。じゃあまずは後々冷ましておきたい卵と菜花の方から先に作っていきましょう。じゃあまず卵の方から、お椀とかの容器にね卵を割り入れて溶いていきましょう。この時にこの白身のドロッとした部分、これをしっかりなくしておくと後々仕上がりが綺麗になるんでね、しっかり混ぜときましょう。そしたらここにお砂糖を少し、雪平鍋セッツファイア、ごく弱火。そしたらね、油も何も引かずに先ほどの卵、こちらを流し入れていこう。で、火が強いと砂糖が入ってる分焦げやすくなっちゃうので、火は本当に弱火で、でこういった菜箸とか使ってずっとね出来上がるまで混ぜ続けましょう。お、来た来た来た。はい、こんな感じで焦がさずに卵が綺麗にできました。これで卵の準備は OK。 もう一回鍋セッツ、水イン。ファイヤー。今度は強火でも大丈夫。次はね、菜花を茹でていきますので、こちらの鍋に一つまみ分ぐらいの塩。じゃあちょっと沸騰するまで待ちましょう。はい、ということでお湯が沸きましたので早速菜花を茹でていきましょう。ほい、ほら一気に鮮やかな緑色になりましたね。茹で時間はそうだな、5分ぐらいかな。はい、じゃあ5分ほど茹でましたら火を止めて、じゃあザルに開けて水分をしっかり切っていきましょう。これがめちゃくちゃ熱いからね、気をつけてやりましょうね。熱っ熱っ。ここで水分ある程度切っておかないと後でごまあえした時にべちゃべちゃになっちゃうからね。こんなもんでいいかな。そしたらこの菜花を食べやすい大きさに切っていきましょう。じゃあこれをボウルに入れまして、ここに白だしと砂糖、そしてすりごま、ち
ちょっと味見。うん、いい感じ。これでごまえの完成。じゃあ次は鶏そぼろを作っていこう。あ、そぼろ作る前にご飯炊いたらちょうどいい時間になるかな。ということでご飯先に炊きましょう。じゃあメスティンにお米を入れてちょっと洗ってきますね。はい、お米研ぎ終わりました。ということでメスティン施設。蓋をして、おい、最初は強火でガンガン熱してグツグツってなってきたら弱火に変えて、あとは音がしなくなるまで加熱したら出来上がるんでね。あ、沸騰してきた。弱火に変更。あ、やばい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 、こりゃ掃除大変だぞ。はい、ということで泡もだいぶ落ち着いて、うん、グツグツした感じもなくなってきたね。じゃあ火を止めて、こちらは蒸らしに入りましょう。フライパンセット。何回やんねん、ファイヤー。じゃあ最後鶏そぼろ作っていきましょう。フライパンが温まったら鶏ひき肉を入れて、調味料は醤油と砂糖、みりん、お酒でいきましょう。ということでひき肉イン。塊が出てきたら崩しながらやりましょうね。はい、じゃあある程度炒まりましたら、醤油と砂糖、砂糖はちょっと多めかな、あとみりんと料理酒、最後に生姜、生姜も多めに入れようかな。うわ、めっちゃいい匂い、ほどけこの匂い。ほいほい、あとはまだ固まってる部分があったら崩しながら全体にね味がつくように混ぜていきましょう。これでそぼろの完成。じゃあご飯の蒸らしも終わったみたいだし、あとは盛り付けて食べていきましょう。はい、ということで完成しました。いただきます。あー、お腹すいた。ちょっと見てこれ、めっちゃ綺麗じゃない。自分で言うのもなんだけど、うわ、美味しそう。早く食べよう。じゃあ今日はスプーンでいこうかな。これどっから攻めよう。やっぱここかな、そぼろと卵の部分ね。やっぱこっからでしょ。これ、あ、ご飯もいい感じに炊けてそう。いただきます。うめえ。この鶏そぼろの甘辛い感じとちょっと甘くした卵がね、絶妙なマッチなんですよ。もう一回同じとこ行こう。これよ、これ。あー、うまいわ。じゃあ次どうしよっかな。これいくか。ごまえ、ごまえとそぼろ。うーわ、もうビジュアルがうまそう。いただきます。おお、また野菜が入ることによって口の中の香りも変わってくるんですよね。肉の脂っこさをこの野菜が中和してくれるというか。じゃああとはこのごまえと卵、こんな感じで。もう色が綺麗だよね。いただきます。うん、この卵とごまえの組み合わせが一番あっさりしてるかな。今度全部いっちゃおう。
全部混ぜていただきます。うわ贅沢。あ全部は反則だわ。もうすべての材料のいいとこしかない。鶏そぼろの甘辛い感じ、甘くした卵と出汁の効いた菜花、これがね一回で口の中で味わえるんだよ。しかも全然喧嘩してない。もう一緒に手つないでダンス踊ってるんじゃないかっていうぐらいね。これうまいわ。うん。はい、というわけで完食しました。ごちそうさまです。いやうまかった。満腹満腹。こう味だけじゃなく見た目でも楽しめるっていうのが料理のいいとこですよね。でそぼろと卵とか、卵とごま和えとか、そぼろとごま和えとか、それぞれ違う組み合わせの味を探していくっていう楽しみもあるし、また紅生姜をちょっと上に乗せることによってまたそれがいいアクセントでね、これは美味しかったです。皆さんも作ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回のメスティンで作った三色丼、美味しそうだな、試してみたいなと思った方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもねよろしくお願いします。それでは皆さん良い一日を。バイバイ。